さあ、じゃあ次の話題いきますか。次の話題。そうですね、次、はい、行きましょう。昨日、ウツさんと喋ってて、ちょっと僕はバッテリーがなくなっちゃって、切れちゃったんですよ。今日大丈夫ですか？で、今大丈夫です。今繋がってます。充電しながら録画してます。俺がやばいかもしれない。まだ大丈夫だけど。あ、わかりました。あ、じゃあ結構早めに行った方が。あ、で、今日のテーマなんですけども、普段着の尺ブックですね。普段着の尺ブックで、で、まず、その検証会と、その、召集の違いって感じ、ってことで、行きたいと思うんですけども、まあ、検証会の場合は、まあ、普段着の尺幅ってか、まあ、普段から尺幅しろっていう、まあ、そういう理屈なんですけども、まあ、毎週、まあ、常に、もう尺幅予定を入れて、強引に勧誘をするっていう感じ。で、だが主流なんですけども、まあ、会社だったら、例えば、その、騙し打ちをして、こう、連れていかなきゃいけないんで、その宗教の話を一切しない。で、会館に連れて行ってから、実はこういうことやってるんですけど、どうしますみたいな。やんないの、バジ出るよっていうスタンスで行くんですよ。で、これ、あれですよ。まあ、例えば、昨日の下りで、まあ、遊戯王で知り合った人とかも、まあ、遊戯王を一生懸命デュエルして楽しんで、じゃあ、お互い、検討したね、飯でも行こうか、つって、そのまま時計台引っ張って、やるよね、つって。で、まあ、大体僕とまたデュエルしたい人はまた、全く興味ないんですけど、入っちゃうみたいな。だけど、でも宗教は嫌だっていう人はもう僕のこと見たらすぐ逃げちゃうとか。まあ二通り分かれますよね。デュエルする友達がいないと検証会に入っちゃうし、いや、そもそもそんな宗教なんかどうでもいいしっていう人は入んないでしょうし。そういう感じでしたね。だからもう、多分これ召集と全然違うと思うんですよね、感覚が。なんで。そうですね。いかがでしょうか、そのところは。だって、そもそも、宗教の話をしないんですよね、その。しないです。しないです。はい。普段着の尺幅で、そもそもそうじゃないですもんね。はい。信仰の話を普段からすることですからね、普段着の尺幅って言って。うん。決してあれだよね。一舞台でさ、なんだ10人だかそこで入信したって言って、その入信したのが全部、普段着の社畜だったらそんなならねえよね。全部外国人だったら絶対ならない。俺笑っちゃったよ、それ聞いた。最近そうらしいよ、検証会ね。しますけど、あ、これ動画にあげるけどさ、10人だぜ。これ動画にあげちゃうとちょっとあれかもしれないですね。ちょっと内緒でねっていう話をしてもらったね。あ、そうだね、セロさんがネタ元だったから、裏情報っていうか、コネクション、セロリコネクションでの情報だけど、さすがセロリ。もうじゃないんだったら、でも、やっぱりもう近年の検証会はもう外国人とかホームレスにかなりシフトチェンジというか、昔は普段着の尺幅です。これは昔はどういうあれなんですかね。入りやすいからですね、やっぱね。今まではまあ国立会議だって言ってるのもあったせいか、日本人の尺幅にもこだわったりとか、対面尺幅に本当にこだわってたんですけど、はい、まずね、それが崩れ出したのが、平成16年くらいに、浅井翔英が一冊100円で出した官業書っていうのがあって、そのあたりから、その官業書配布で訪問尺幅するのが OK みたいになったんですよね。公園で配布するとか、自宅に持ってって配布していくっていうか、自宅でピンポンして環境者あげるとか、あれが OK になって、そこから、その街頭尺幅禁止だったのが解禁されてきて、で、いつの間にかも街頭尺幅なんていうのは全くなくなってますね。で、まあ、その前からもう、外国人尺幅は別にダメではなかったんで、ただ、一回ね、
平成7年か8年ぐらいに浅井翔平が1回は言ってるんですよ。そうやって犯罪に巻き込まれるとか危険なこともいっぱいあるからよく注意して身分を確かめた上で外国人やらなきゃダメだよっていう証言もあるんですけど、まあ、それはそれはありつつも、まあ、ちょっとずつやられてて、まあ、私が所属してたところでももう、いつだっけな、もうやっぱ平成14年15年ぐらいだったかなぐらいのあたりからそういう話聞くようになりましたね。15年16年これぐらいかな。はい、ね、あとはこう年住所がない方とかそういうのを狙っていくんですね。住所がない方はその何だっけな、公園とかの住所だとかとか入信報告書には住所書かなきゃいけないんですけど、はい、それを聞き出せなかったら今はほら GPS あるから現地の今の住所をすぐ調べられるから、まあ、本人が住所教えてくれなくても OK みたいな。ああ、ね、そういう時代なんだ。あとはそりゃおえあったかな、女性の場合誕生日書かなくてもいいっていうのがあったかな。本当は誕生日書かなきゃいけないんですけど誕生日そう女性そう誕生日書くんですよ一応入信報告書に、はい、それでも、はい、確かね平成7年の、そういう発表があった時に女性なんかでの場合には誕生日必ずしも書かなくてもいい確かあった気がするんですよね。それどういうでも分かってるよ。でも誕生日書かないってかことは、じゃあ年齢確認できないじゃないですか、その18歳以上。そうですよね。はい。確かに女性だけそういうとこ、何かしらがね、優遇された気がしたんですよね。なんか意味があるんですか、女性をにその誕生日書かないよみたいな。プライバシーがあるとこじゃないですか、多分。いや、なんか女性に年引くのはっていう、なんかそういうフェミニズムの問題じゃねえじゃん。はい、そうですね。公開じゃないんだからさ。本当ですよね。あ、これなんか、ね、音声通話だから別にあれか。あ、どこにいるってもいいんですよ。そしたらパソコン見ながら、調べますよ、はい。僕、まあ、まだすぐ他の話続けても大丈夫ですよ。あ、そうですね。確かね、平成7年だったかな、確か。それは。平成7年でも全部揃ってないからもしかしたらないかもしれないし。いやでもそうなんだ、やっぱなんでなんでしょうね、その外国人に行くか。あ、外国人がやっぱりどんどん入りやすいからですね。入りやすいんですか、現状界に。そうやっぱり意外とやろうよったらすぐやるとか、それとか外国人だとどんどんあれじゃないですかね、日本人の友達が行ってくれれば何かの時にいろいろ役に立つんじゃないですかね。ああ、なるほど。なんかビザ取るとかかもしれないし、はい、あとね、私の知り合いっていうか、うちの家族の知り合いの韓国人の人がやっぱ、はい、韓国に帰るときに郵便物をここに来るようにしてもいいなってこう聞いてきたりして。ああ、そういう時なんかには確かに、うん、やっぱ日本人の友達がいるいない大きいです。あとアパートの保証人とかか。はいはいはい。そう、ああいう時に、やっぱ日本人にとか、なんだかでこう日本人の友達がいた方がいいんじゃないですかね。ああ、検証会でそういうのやってあげたりするんですか。いや、まあそれはね、あ、そうです。なぜでもスクリーン出さなくても外国人の方がやっぱり日本人の友達欲しいと思ってるから、まあそういうことを言い出す人がいるんじゃないですか。それは友達作るのいいなって思う人が。うん、でね、先ほどの出てきましたね、はい、はい、ここ読みます。警視庁新聞平成7年7月5日号ですね。また女性の入信者の場合には生年月日を明らかにするのを拒否することもありましょう。そのような時は空欄でも構いませんって書いてあります。やっぱりわかんねえ風集めじゃんっていうすごいね。そうなんですよ。言わなくてもいいし、嘘書いてもいいんだ。まあ、そういうことですよね。ひどいよ。いや、面白い。いいんだ。いいんですよ。あれありか
ですよ。やっぱ検証課題って面白いわ。面白いですよね。なんだろうそれ。面白いな。だからできるだけ、まあ、だから結局そういうことをすることによって、あの今まではその平成7年までは入試に願書っていうのを必ず書いてて、で、はい、そこには本人の署名と本人の捺印もしくは母印が必要だったんですよ。はい。それをやめようと、やっぱそこで何かの誓約書みたいに思われてごねる人が結構多かったんですよ。確かに私も誓約書あったんですよ。そういうのなかったでしょなので、まあ要するに本人が入信したって気づかなくても入信したことにできちゃうんですよ、それである程度。ああ。だからそう、ただやり方だけ教えるだけだと、一回だけご本尊様の前に座ってみようよと、で連れ出してきてそれをやって、でその本人がなんだっけ、住所と生年月日か教えてくれればほぼ OK。 確か電話は大体ね、どうして通じるから、住所、電話番号、生年月日の情報さえどっかで分かれば、うん、もう一名になるんですよね。はあ、限りなく愚痛伸びるね、それね。そうです。だそっから確かに変わりました、ね、結構。限りなく伸びるね。なるほどね。伸びんな、それは。それは早いよ。早いよ。それは、もう光線ルフはもう近いって言い出すわな。それで光線ルフ、なんかもう、そりゃ、そういうこと平気で言うよ。うん。そんなね、だから名簿屋さんを彼らに紹介しようか。偽造は分かるぜって。偽造入試になって、多分売ってる人いるんじゃないですかね、その検証会とか、名簿屋さんっていうのは。だって、真っ先にだって、買いませんかって聞くと思うんですよね、宗教法人。買いませんか。例えばその犯罪集団ね、俺は詐欺とかね、こうあれでしょ、いわゆる犯罪、ね、あれはさ結局名簿屋さんが絶対いるわけですよ。それもいろんな系統のね、いろんな系統の名簿があるんだけど、またいいんかな、こういう話してよか。大丈夫です、よちちび大丈夫です。ね、あの豊田さんのチャンネルはやばいですけど、僕結構大丈夫です。いや、うん、まあさ、まあ実際いるからね、いろんな名簿屋さんがね、もう1万人入信はすぐできますよ、そんなだったらね。まあちょっとどんくらい金かかるかな、まあ、そんくらいの名簿屋は。まあただ厳密には一応組織ごとで、数正確に出してるんで、どっかで一気にバーンってやるってことは、どっかの組織だけがいきなりそれぞれ伸びるってことになるんで、うん、まあそう簡単にはやりづらいんですけど、まあ偽装入信させたっていうことがあって、問題になってその人が降格されるとか禁止になるとか処分されたっていう話は聞いたことあります。あ、偽装入信ってあるってやっぱり。うん、それは聞いたことありますね。まあ私の組織ではなかったですけど、話で聞いたっていうだけですけど。あれでしょ、その入会してさ、亡くなった方とかさ、その音信不通になって分かんなくなっちゃった方、はい、結局その席はあるわけでしょ。全部ありますね。死んでもありますね、多分ね。一回目でもしたらもう、この信徒名簿残るでしょ、その生存っていう言い方して。そうです。だから、検証新聞で、今、何人いったか分かんないですけど、あのうちの人にまだ僕入ってますよ。うん、そういうの。で、除名って扱いしても入ってますね。え？除名処分な、除名じゃないですよ。除名ってことなんで、人数減らさなきゃいけないのに。除名したっていう話聞いてから、ちゃんと、総監部会で何名入って総監員数が何名になったって必ずそれは発表あるんで、今でも。そしたら全く足し算しかしてなかったんで、除名何人って言ってないですもんね。除名になってないですよ、だから、除名か、除名システムがない。足し算しかできないわけね。引き算ができないんだ、彼らは。引き算しませんね。うん、まあこういう例えしたらさ、ちょっとなんか、影響しそうな気もするけどさ、ちょっと言うけどさ、年金詐欺ってあるじゃない。
本当に死んじゃってんのに年金もらってるなんて事件はあるでしょ。はいはいはい。あ、言ってみればあれと同じようなもんだよね。ちょっと飛躍しすぎた、うん、ごめんね、怒んないでね、皆さん。まあまあまあ、そうですよね、だからな、まあ、なんでだろうなって、それすごいな。でもやっぱりそれは、建築家に見たことないんだ。亡くなるのではないんだ。ない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 です。だからそれを統計数え方で日蓮召集がやったら700年分のね、あの名簿になる。それで創価学会ごめん、だ創価学会やって今はもうね破門してるけどね、それは足し算しかしないんだったらもうそうそうそう、できますね。一線検証会だ。いやいや、じゃあそんなことないですよ。日照日露から買うんですかね。そっか、そういうことなんですか。そうでしょ、待ってよ。日照、承認、日露、僕らもそうか、もうカウントですよ。フルカウントですよ。大丈夫ですか、ぜひって、来回で全員まず書いて、そこからですね。ちょっと、ね、ちょっと、聞いてますこれ、研修会にさ。ねえ、これってどうなんの、使うんじゃないでしょ。いやー、おかしい。いや、ほた妙本重要、日露商人とかね、要望上、日清、日露商人、日露商人とか、全部そういうことですよね。全部カウントして。全部カウントして。はい。もうこういうことですよね。もう最低でも日光島に行こうはっていうことですよね。あ、もう全部カウントされて。最低でもそうですね。うん。ひどいもんですよ。まだだから歴史が、昭和32年からっていうカウントなんでしょうけどね。まだそれは短いから、そう、あれですけど。創価学会の数だって考えたらってどうなるかなって思ったけど、創価学会だけは多分日本の本当に。そう、創価学会だってその数え方したら相当なもんですよね。そうですよね。もう1000万、2000万ね。そうですよね。どんなあるんだって。そう、そういうことですよ。それってどうなるの。足し算しかできないか。そうか。引き算しないのか、検証会って。引き算は。はい、でもあの外国人なんかとか、あと日本人でも入信した自覚がない人が、ね、2回3回って検証会で入ってるので大いにありえますよね。だからね、あ、まあそうでしょうね。大いにありえるし、まあ、実際検証会4回入信したっていう、まあ、ふざけて入信したっていう証言も1回どっかサイトに上がった。俺に聞いたことある。それもうふざけて入信したんですか。検証会ふざけて4回入信するんだ。確か4回です。すげえな。あのエラテンさんの YouTube でさ、はいはい、なんか、はい、その会館まで行きましたなんて YouTube が確かあったから、確か入信まで行ったんだっけ。あれ、いや、確かゴンギョーさんに高いでって言われたような、確かそんなやるやつでしたね。結局あれは入信には足らなかったんだ。痛いみたいですよね。あ、しなかったっ。あの YouTube の下りで確かエラペンさんなんかふざけて入ってみましたなんていうようなコメントあったような気がするんだけどな。うん、ね、そういうのも多分カウント1なんだろうなって。それすごいな。うん、それでこれでひたすらコメントしてるんですかね。本当ですね。であの昔の本当にちゃんと純粋な日本人でやってた時でさえ、私の聞いた話だと、はい、もう勢いとかでなんか、おー、久しぶりだなーって、車乗んなよとかって言って乗っけて、おー、とりあえずついていけないよって言って、それ書いてさ、一緒にやろうよとかって言って、で、あで書いて、書き終わったら、じゃあなーって言って返して、1名とかでやったって言ってましたね。そういうの。これ何あ、そういうのもあったりしましたよ。それは一体、どういう修行なんですか。それってどう。すごく本当様に、まあ、A させたら、まあ、くどくというか。くどくって、やっぱ。思ったんですよね。すごいな、本当に。それでいいのか、検証会。いや、それで本当に、大商人様に、これでいいって思われるんですかね。まあまあ、それは極端な話で、もちろん真面目にやってる人もいっぱいいますけどね。ああ、私もそんな、だけのことは、やり方ではそんな。そうだと思うんですよ、そう。だから、いや、真面目にやってる人は、え、それでいいのってなりません？その、検証会になったりもですか。
だからやっぱさ、うちのメンバーでもその検証会で、はい、そのある程度の立場気づいて、でまあ最終的には脱会したけど、はい、でもそういう人たちの疲弊度っていうのものすごいよね。ゼロジさん、うちのメンバーでもね、ある程度上上がってった人のその人生の疲弊摩耗の仕方っていうのがさ、やっぱりひどいよね。一生懸命やってきた人ならなおさらね、本当に真剣に命かけてやってきたっていう人が実際いるからね、うちの皆さん。そうだよね、そうなのよ。もう燃え尽きた感になっちゃう人は、ね、いますからね。うん。日中車入ったって職務はもう嫌だとかっていう人も、まあ、ちょっとどうしても出てきちゃいますよ。いやちょっとはね。そうだと思う。そうだね。まあ、ほんとね、ちょっと、何でもいいなって気もするんだよね。ちょっと今回ハモの時も同じようなこと言ってた。私の祖父なんかは、そう、結構、はい、区の中では、そう、ちょっと偉かったんです、そう。そう、あのね、そう、区のね、公明党の会員ナンバー1とかあったんですけど、そういう人だったけど、もう、要はその、なんだろう、幹部はやりたくない、そう、役職は欲しくないって、役職はいらないって言ってたんですけど、役職やるんですけど、役職やりたくないって、ずっと今でも言ってますね。今でも嫌だ。もう降りたいって、ずっと言ってる。そうなっちゃいます、やっぱり。そうなっちゃう。誰でもそうなるんだろうな、あのユース好きって。ねえ、ですけど、いわゆる火の新人ってやつですよね、そういうって。うん、あ、そうですよね、はい、それじゃいけないよって言ってるんですけどね。いやうつさん、その火の新人っていうのは俺心に刺さるよね。最近ね、いやいやいや、はい、最近ね、その、はい、そう、火の新人じゃダメなんだよって叱られましてね。ああ、なるほど。そうそう。そうか。でもね、そうですよね。そう。口で言うのは簡単ですけど、なかなか難しいですもんね。何がね、いかち。やっぱ勢いっていうのはやっぱね、大事だと思う。勢いはやっぱり。うん。こうね、バッと燃えて、さっと消えてシュンとしちゃう。っていうね、なんかお前そんなとこそんな傾向性があるぞっていうね、お叱りを受けたことがあるんですよ。それじゃもう火の新人じゃダメなんだよってね。まあ、一応検証会でもちゃんと火の新人、水の新人なんていうのは赤井会長が日曜公共なんかで挙げて言ってましたよ。言ってましたね。言ってはいるんですね。言ってはいました。よう言うわ。よう言うわ。水の新人じゃなきゃダメだよって。だみんな火の新人だもん、検証会って。話聞くと。まあ、だって、浅井会長のやってることが、ね、あえてカリスマ性で、みんなをこう、燃えたぎらして やらせる火の新人ってわけですよね。ね、そうなんですよ。あれ、うん、師匠あの人が一番煽ってますからね。煽ってる。大体 ね、あの新興宗教カルトっていうのは何がしかの予言めいたことを言って危機感を煽って、で、そう、何かその恐怖心みたいなものを煽り立てて、ね、こう燃え上がらせるっていうようなね、傾向性強いよね。何がしかの危機感っていうかさ、大体そうだよ。どうしてそうなっちゃうんだろうなって。まあ、ただ俺が一番わかりやすいよ。はい、戸田先生。そうですね。の真似をしてるのもあるんじゃないですか、確かに。カリスマが第一とか。戸田さんはそういうタイプですよね。うん。まあ、それをしつつ、こうやっぱりその終末思想を取り入れることによって恐怖感を煽ってやるっていう手法を、実際に政治なんかでも。カッコとしてなんか自民党がとかこういう考え方とかじゃなくて、まあ、ほとんどが現政権を批判するっていうスタイルですかね、やっぱり。遡ればオウム真理教なんかそうだったじゃない、ハルマゲドンと最終末そうはい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 、うん、であそこまで行っちゃったわけですよ結局ね。
ですね。朝原翔子、まあ、朝原翔子もあれ、浅井翔平みたいなもんじゃないの。っていう方もいますね。あれ、似てるとこあるよ。ああ、なるほどですね。そういう予言で煽っていくっていうのはね、全部。さすがに最近はないですけどね。大昔はね、大地震のタイミングとかいろいろね、言ってましたけど、あと何年で国家破産とかね、言ってましたけど、まあでも最後は平成26年の時に、あと5年で国家破産すると私は思うって言ったら、それを幹部の人たちは、私、浅井先生が、あと5年で国家破産が起こると断言されましたみたいな。そこでこう、おひれついちゃうんですよね、結構ね。ああ。はい。そして、当然平成31年。俺はそんなこと言ってねえって言い出すのかな、それ。まあ、それは、婦人部あたりがこう、結局こうやっておひれつけちゃったんですけど。うん。ああ。婦人部な。そうか。まあ、そうですね。そういうふうにこう、唱えられることを、まあ、言っちゃうからですよね。まあ、意図的にやったのか、どうかわかんないですけどね。婦人部は、姪っ子さんが総合婦人部長で、娘さんが副総合婦人部長なんで、検証会の場合。だからまあね、そういうのを狙って婦人部の方で、ちょっとそういう意識を、ちょっと煽ってるのかもしれない、ね。なんで検証会こう、家族なんですかね、みんな。まあ、この間もちょっと出ましたけど、やっぱり、財産守りたいっていうのは多少あるかもしれないですよね。そうか。あれ、ほら、陶器上げて、それよく見てみると、よくわかるよね。はい、はいはい。もうすでにね、代表の方針陶器、そう。そう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 。そうそうそう。もう、継承会の法人としての財産はさ、もうすでに移行されてるわけだよ。はい、ああいうところだよね。そうだな。誰にも知らせずにね、継承会に誰にも知らせずに勝手にやってるって。すごいな、その人の理屈も。それって継承会では知らないんですか？そういうの知ってて言ってないですか？いや、大体ほら、そういう登記事項なんか読めないでしょ、継承会さ。ああ、なるほど。で、そういう。ねえ。ちょっと良識ある人ならわかりますよね。それ明らかにおかしいって。そうね。まともに社会活動してる人ならわかりそうなもんだよね。そうですね。その辺のところが税か非かっていうのはね。それがなんでこう、通用しないんだろうなっていう。不思議なのは若い人が多いのかな、やっぱり検証会って。まあ最近はそんなにそこまでじゃないみたいですけどね。はい、若い人ばっかでも。そうですね。でもやっぱ長年やってきた人は、いやもうそこじゃないんだよ、みたいなふうに。どこも継承会には苦労があるんだよとか、継承会は無事に守った正しい団体なんだよって、そこじゃないんだよ。そこじゃないっていう。はい。すごいなと思って。そういう話に。継承会ってそこしか言わないですもんね。そう。他のとこ一切触れないから、あれがない、これがない、その宗教、内証人の教え、全部守ってないよ。でもそれはいいんだよ、みたいな。大事なのはそこじゃないってさ。そこも大事じゃないのっていう。全部大事。象徴的なのは、ヨッチーさんがさ、はい、時和台行った時にさ、あれですよ、まあ今日の最初の議題やったけど、ほら、上州とお堅気の違いが、はい、行った時に固まってたっつってたじゃない。はい、もう俺笑っちゃったもんね。カチンと固まったんだろうなと思ってさ、だから聞き慣れない言葉だったんです。一切教えないですもんね、そういうことって。そうだよね。なんかもうね、難しい、ね、僕はなんかやっぱ検証会のあれがあるのかわかんないですけど、やっぱこう難しいことはわかんなくていいんだみたいな、もう言われた通り動くと。で、浅井先生をフォローするじゃないけれども、もう浅井先生が絶対なんだっていうのが本当強いですね。だからもう、陶器がどうのとか、もうそんなの関係ねえんだみたいな、なんかそういう感じですよ。傾向性がありますよね。よっちーさん、未だにあれでしょ？浅井翔平を呼び捨てにできないんでしょ？はい、僕、浅井先生大好きで、浅井先生、ほら、ペテン師じゃないですか。ペテン師って言えないんですよね。あ、い
言ってる。僕俺が最初に出た配信、あ、そう言ってた言ってた。最初に出た言ってました。ペテン師だって言ってたよ。言ってました。ペテン師ってことですか。あ、本当ですか。いや、ちょっとあんま記憶ないんですけど。僕あの浅井先生すごい好きだからあんまりペテン師とか言えないんですよね、あんまり。いや、めちゃめちゃ言ってました。あ、本当ですか。おかしいな。なに、なんかどっかで予防線張ってるようなものいいだよね。よっちゃった。うしょうぐさん、ごめんなさい。あ、ごめんなさい。あれ、あの、枕尺伏って知ってます？枕尺伏って何ですか？造語、まあそんな言葉はないんですけど、造語なんですけど、はい、あの、どっかの地区、あの、どっからっけ、ちょっと、地区覚えてないんですけども、まあ、それ調べようと思ったらいくらでも出てくるんですけど、その、あの、これはね、枕作服についてはね、うちのね、うちの地区のメンバーでね、それをリアルにね、見聞してきた元議長会がいますよ。うん。あ、もう絶対、もう様々な状況証拠、絶対そうだよとかね。あと、あとさ、派遣の又三郎さんか、ツイッターに。はい。さ、客と体幹で出くわしたとかね。うん。どうしたの、みんなフリーズしちゃってるね。え、もう一回お願いします。もう一回お願いします。つまりはだからさ、はい、客が男子部でさ、それで、まあ、その、枕しちゃった人が、入会した人でさ、出くわしたっていうさ、なんかそんなようなこと、うん、違ったかな、ちょっと濁しとこうかな、ちょっと濁しとこう、いやいや、これはね、あ、そんなことあるんですか？どうだろう、あの、まあ、フィクション。フィクション、あ、あんまり、あん、あ、いや、フィクションではない、都市伝説、都市伝説、都市伝説。それは、そうだよ。あの、派遣さんがよくご存知。あ、俺は、派遣さんに、すげえことだな。だけど、すごいことだな、それ。そんなん、それって何って。すごい話です。すごい話です。僕のチャンネル多分ギリギリセブンとか多分そういうことを平気でやっていこうと思うんで、多分派遣さん来なくなっちゃうだろうな、このチャンネル危ねえと思って。派遣さんがさ、アカウントの名前とかをこう変えてさ、うん、参加してくりゃいいんじゃねえのって。あ、そうですよね。派遣さんの派遣って名前やめて、又三郎とかね。またサブル分かっちゃうんですかね。またサブル分かっちゃうね。いや、そう、それ、俺もちょっと思ったんですけど、それ。でもやっぱり、ツイッターで活躍してるあの人がユッチーの YouTube に来たっていうのがまた意味があるかなと思う。まあ、そうだよね。全くの、一元検証会員の意見ですって言ったら、じゃあその人はどれぐらいの、人なんだろう。かな。っていうのもちょっとありますよね。関係聞かないって多分。やっぱ。うん、そっか、あのお方にはその辺を暴露してほしいなと思ってね。そうなんですよ。聞きたい。それはぜひ聞きたいですね。うつ将軍は聞きたい。聞きたいですよね。将軍は聞きたい。ちょっと取材してこようか。うちのメンバーにいるから、それをね、枕尺服についてね、実際、あの、仕掛けしてもらって。体験をしたんですか？いや、本人が体験したわけないでしょ。まさか、まさか。そういうレポートはないですね。本人がしたっていうレポートではなくて。ああ、なるほど。あ、鈴木さん、それリモート、それ。から、鑑みて、まあまあ、そうとしか考えられないだろうという、うん、出来事を実際に聞いてはいるんだけど。うん、できかな、でもそれ、それまたグループ通話でやったらすごい再生数伸びると思いますよ。だって僕、あの豊田さんのやつを上げただけ2週間で700いってますもんね。そうでしょ。はい、はい、だからね、まさしくあの枕尺服で豊田さんと話している彼女が
っちのブロックのメンバーなんですよ。いやーコラボしたいですね。うん、あちょっと今度うちのミーティングの時にちょっと取材してくるわ。じゃあ俺そんなことあるんだ。いやあるらしいよ、うん、すごいな、まあ、いやもちろんね、私は全員じゃないんでしょうけど、うん、それ、ね、ってすごいな、何でも使うんだな、武器って武器なんだな。そっか、ねえ、もうそっか、まあでもそういう危険な目に遭いそうになったっていう話はね、人づてに聞きましたけど、ね、危ないことですからね。そう、そう、女性がやっぱあの男の子を、ね、釈服しっていうか勧誘して、でその男の子の車の中で話してたらなんかホテルに入られたとかね、まあそれは逃げたらしいですけど、まあそういう危険な目にはなってるのは聞いたことありますよ。うん、それとか防犯ブザーを女子部はみんな持ってたと思って、そういうのは聞きましたけど、うん、それでもだって会館最終日なんかに会館に女子部が深夜0時とかいるんですもんね。なんかね、深夜0時、え、検証会館会館でそんな夜中まで空いてるんですか。最終日だけすごい遅くまで やってるんですよ。最終日って何ですか。最終放線っていうのが言ってますね。締め切り日ってのがあって、締め切り日、この日までのところをカウントしますよっていう締め切り日みたいなのがあって、はい、でその締め切り最終日っていうのがやっぱり検証会員ってほとんどオールナイトで動くんですよ。でその日だけはまず最初はそうじゃなかったんですけど、会館も、はい、いつも10時閉館なんですけど、まあ、12時までとか、はい、そういう風になってるんですよ。なんかその12時ぐらいまで女子部の人がいましたよ、はい、会館で、会館のなんか、まあ、お茶飲めるようなとこあるんですけど、採用っていう、はい、うん、女子部の何人か集団がいましたね。そういうことは結構よくありましたね。どういう感じなのか検証会、そうか、最終放線っていう締め切り日があるんですね、シャブ部に。そう最終放線っていうと、なんかあの検証会だと9、10、11月放線が本年の最終放線っていう言い方するんですけど、はい、最終日っていうのは、まあ、2、3、4月放線の4月の終わり頃、あの6、7月放線の7月の終わり頃、今月だったら26日なんですけど、はい、この人で9、10、11月放線の、最終、また社会武器締め切りの、日、それ最終日はすごい激アツというか、検証会員、まあ、ほぼオールナイトで、まあ、やってるはずですね、大体。そういう感じなんだね、とか言って、あっ、なんか全然じゃないか。そうなんですね。このイケイケ感が分かりますかね、この最終放線っていう、この名前をつけて煽ってるわけですよ。いや、そうですよ、なんかその、なんか、なんだろう、やっぱ、いやそういうの聞くと、やっぱこう、若い感じのノリがしますよね。うん。オールナイトで動くなんて、元気じゃできないよな。で、しかもですよ、その、もしそれで、あの、放線で、その、ノルマがあるじゃないですか、何人行かなかったな、みたいな。はいはいはい。そうなった場合って、普通にもうみんな帰れないですからね。家に帰れないです。どうぞ、なんか、公園の前にいたりとかですね、どうやって戦いを進めるか、みたいな。そうだ、ゲームセンターに行くとか、対象者を探してくるとか。あ、今からその時間があるんですか。そうです。そんな時間でもそう、まあ、キャッチして捕まえるとかね、それ誰か知らん人は。すごい。で、しかもあれです、次の朝普通に仕事ですからね、それ。うん、そう。それ、えとかね、あとね。仕事まで帰れるんですか、仕事があるから、まあ、それは行かなきゃあれなんでしょうけど、例えば朝の5時に、なんか、支隊長が確か隊長に電話したのかな、なんか。で、それ、まあ、それまで、まあ、朝の5時くらいまでは、まあ、あれですよね、動かないとまずかった気がするんですけど。うん、そう。朝の5時までだから、実質的には、はい、最終日の次の日の朝の吻行までですよね、多分ね。あの、会館でやる朝の吻行の時間までではあったか、確か。会館って朝の吻行までやるんですか？朝7時だったかな、確か。はい。多分午前6時だったらギリ OK なんじゃないですかね、きっと。例えばですけど。
そう。で、ほんとコンビニとか行って、その、やがってそれを捕まえたりとかするってことですよね。まあ、下手したらそれをやると。うん。なん。そのだから私たちの時はそんなに該当した僕ダメだったから、知り合いを探して、知り合いがいたらもうどんな時間でも声かけようでしたけど、もう途中からは全部 OK になってるから、ね、他コンビニにいるあの子にさっき話しかけりゃよかったなとかそういう声聞かれたりとかね、しましたからね、最終分に。すごい話だな。もう池袋とか行ったらいっぱいいますよ、もう。そういう人たち。うん。最終放線っていうその言葉がすごいっす。そう。最終日の池袋かなり多分暑いですよね。暑い。もう。そうです。がいますよ。あ、ドンキホーテとかね。あ、そうそうそう。ドンキホーテとか。これ一つの企画だけどさ、これ YouTube でさ、最終放線でそのギチギチに彼らがこう目の色変えてこう口輪を飛ばしてこうやってるところにさ、まあ例えばこの4人がね、突っ込んでってこうインタビューしまくるっていうのはこれ今ふと思ったんだけど、うわ、実現する可能性はちょっと低いけどな、ね、YouTube これでやっちゃうとただ検証会の活動を邪魔してるだけじゃないかとかバレちゃうかもしれないですね。ああ、まあ最終日にやるってのは一応検証会員は全部その1名のために必死になってやって、それを私とかね、ヨッティさんみたいに元検証会員は絶対分かってますだから、それ分かってやるってことは完全にただ邪魔してふざけてるだけだね。自費だと思ってもらえるかですよね。ああ、そう、なるほどですね。なるほどね。相手にしてくれなかったんだよ、その日は。はい。あ、そうそうそう、オッケーコイン相手にしてもそうですよ。まあ、オッケーコインだって分かっちゃったらもうすぐ、開催になるんですよ。よっちー TV 仏教チャンネルですって、こう、マイク向けたら、みんな、やんばいよろしくないかもしれん。ダメかな。逃げると思います、多分。そう。よっちー TV 仏教チャンネルですって、インタビューに来ました。あなた誰、ホッケコインでーすっていうノリはダメかね。逆に発表されちゃうかもしれないですよ。ホッケコインを聞いたことしたら。まずいね、やっぱね。で、最後の締めで、てってれーっつってドッキリでしたみたいな。検証新聞デビュー、それ嫌だしね、俺。そうか、その形で、検証新聞デビュー、ちょっと恥ずいっすね。いやー、思いっきり怒られるでしょ。俺いやー、俺怒られるな。俺も怒られるな。お前何やってんだって言われるわ。ふざけんな。うん、ダメだな、これやめ、キャッチだ。これはちょっと無事にすぎるな。今日ですね。ごめん。これはちょっとやめ。ダメだな。割り切りしすぎました。ごめんなさい。ただ、本当に。ただし、やっぱ深夜とか超えてくると、もうほぼ諦めには入っているから、そしたら、まあ、ホッケコインでも、まあ、ね、相手にして、話して少しでもくすむかっても検証会もいるかもしれないですけどね。やっぱ諦めのもんなんですか、もう無理だよみたいな。うーん、かもしれないですね。私も実際ちょっとドンキホーテには一回行って、はい、でちゃんと話しましたよ。5時までですか、朝の5時。あ、いやそんな時間じゃないですけど、もうちょっと11時とか12時ぐらい。あ、ドンキホーテ、ドンキホーテのちょっとジュース飲んで休憩できるような場所みたいな。あ、はいはいはい、もしかしたら来るかもしれないと思って、でちょうど本当に買い物もあったから、はい、買い物してちょっとジュース飲んでたら話しかけてきたんですよ、検証会員が。検証会員ですか。検証会員らしき人が、まあ、はい、まあ、多分絶対そうだと思ったんですけど、はい、うん、で一応ちゃんとこっちから聞き出して、私ホッケコインなんですよって言って、うん、でしたら、まあ、一応ちょっと話を応じてくれましたね。ああ、そう。まあそれが嫌ならね、じゃあいいや、他の町をすからいいやって言わなかったですよ、一応それは。ああ、まあちなみにその時7人か8人向こういましたけど、私一人に対して。みんな組織の人がみんな集まった。ただそこ、まあまともで、一番上の人しか私と話せなかったんで。ああ、だとほぼね。いや、すごい。そんなにやるんだ、作曲って。そんなにいるってことは戦い進んでないですね、そこは。その、
やつはクリアできるとこ、ことが多い、クリアできることもあるんですか？あ、それは今だから外国人だったりとか、いろんな、いろんなやり方が OK になってるから、なるほど。やった、ね、できてるとかもあるんじゃないですかね。技が使えるところだぞ、いろいろって。大体主流がですね、その新しい検証会員に入った人がターゲットですね。もうだってもう、いっぱい知り合いいるわけじゃないですか。もう上、もう、だってもともといる人たちはもうやり尽くしちゃってる人たちがほとんどなんで、新人ある人であれば。はい。ってなると、新しく入った人はもう、やってない人の方が多いわけじゃないですか。なるほどですね。だからもう、電話帳のあ行から順番に電話かけろとかね、例えば。卒業アルバム片っ端から電話しろとか、普通、もうそんな普通です。やってましたね、検証会の子。僕もそう、昨日も話した同級生の男の子もそういう感じでしたね。卒アル片っ端からかけてたみたいな。ねえ、本当に。で、うちに来たら、検証会かってなったんですよね。って感じですね。そう。まあ、まだまともですよね、それ。まだ名簿やってる方が。あ、そうですね。やってる方がまと思って。まだ、うん。そっからだからもうね、外国人がいるカレー屋さんに行くとか、外国人が、例えば留学生がいっぱい住んでるアパートがあるから、そういう情報をなんか共有し合って組織で、で、そこにみんな行こうみたいな、はい、って言っちゃうとか、あ、もっとひどくなると空港で職務するとか。空港で、はい、船着き場で海外に、からね、船が入ってくる、はい、船着き場でやるとか、はい、そんな話も聞きましたしね。なんでもできん、なんでもやるな、検証会。そうなんですよ、なんでもやっちゃうんですよ、本当に。それでいいんですかね。うん、だから1枚できな、まあ、疑問に思ってる人がそうやってね、辞めた人もいますし、でも、まあね、やっぱり1名は1名だからとか、それでそこからまたいろんな人の縁で日本人も入ってくるだろうとか、まあ、そうやってね、消化してる人もいるかもしれないですね。今日は一番だ。うん、そうなんですよね。それで請願達成とかですね、外国人だけで請願達成しても大喜びしちゃうわけですね、きっとね。で、それでその誰かが決めちゃうと、またメールで一括送信メールで、タイで分かれたのかな、はい、どこどこしたいの、誰々班長、入信決定つってまたメールでバーってなるわけですよ。うん。で、でも、もうそうなると、もう、また煽られちゃうわけですよね。ああ、やんなきゃまずいよ、みたいな感じになってきちゃうわけですよ、周りも。ああ。もう何でもいいから、もうね、騙し討ちしてやっちまえ、みたいな。か、もう形として、やった、着服したんだっていう形を残せ、みたいな。そういうノリですよね、もう。もう、その組織メールで、そもそも、副男子部長クラスの人が、なりふり構わずやりましょうっていう言葉を使ってるんですかね。もう、そうです、うん。副男子部長っていうのは、その、めちゃめちゃ、その、あれですか。うん、そうですね。もう、リーチもやってるのかな。はい。リーチやってる人でしょ、はい。はい。その人の組織メール、ね、で、なりふり構わずやりましょうっていう言葉があるんですよね。なりふり構わずって言っちゃうんですか。それはだから、でも、まあそこは逃げもあるかもしれないですけど、だからって変なふうに取るのやって言うことは言えるかもしれないけど、言葉としてはまあそういう言い方してるんだから、だから要するに、もう、何でもいいから1名って言う。どんな手を使ってもなんだ、本当に。結局そうなっちゃいますよね、だから何でもできるんだ。そうです、そうです。うん、だんだんとエスカレートするんですよ。いい言い方をすれば、シシング法だけど。うんちょっと違うよな、絶対。違いますね。で、テレビに載っちゃうんですよね。ニュースで流れちゃうんですよね。それは、それは、監禁もするわ。だって、うん、しないと、いや、ダメだって。何時間もやれ。でも、それ、その、要は、その、検証会の、その、要は、祭りですよね。その、自動事件が起こるって毎回。普段はないんですよね。普段でもありますよね、結構。ああ、あるんですね。大事な日曜日とか。うん、大事な日曜日。ああ。そう、もうこの時までに何パーセントとかっていう時にはやる可能性もあるし、もうちょっとチャンスがあればそんなことはちょこちょこやるんじゃないですか、とか。ああ、なるほどですね。うん、やっぱそういう時なんですね。そう、まあ、決まり文句があってですね、ここで戦わない者は大商人様の弟子ではないっていうんですよ。ああ、すごい。それを、そう、ここで戦わない者は
大商人様の弟子ではないっていうことを、それ、まあ、いつも言ってるやんって突っ込みたくなるんですけど。浅井先生がここまでおっしゃっていると、ここで戦わないものは、そう、もう、こうやって煽ってくるんですよ。大商人ないっていうのが大商人。弟子ね。それを毎週日曜日とかに言われてたらさ、いつもやんって突っ込みたくなりますよね。今が大事な時だ、今が大事な時だってのはシュッて言うし、あとね、最終日までのあと何日間に人生の縮図が現れるからとかね、言われましたね。そういろんな言葉が、そういろんな煽り言葉が出てくるわけですよね。そうやって。それはみんな検証会ってああなるわな。うん。あとね、あの集会の後なんかにこう、はい、その時の長なんかがみんな集めてこう、はい、バーっていう言葉っていうのをこう、はい、やっぱりやめてから聞いて本当に思ったんですけど、はい、特にそのね伸びてるところとか、まあ、そうやって結局はそこそこ入れてるような人っていうのはもう目の前しか見させないような言い方をして、でもうやるしかないよねとか、もうそれ以外のこと考えないでいこうみたいな、もう真摯のことだけ考えて、あの、1ヶ月間過ごそうみたいな、そういう、まあ、その言葉、もろじゃないんですけど、そういうような言い方をしますよね、やっぱね。まあ、こんだけの状況があったから、もう今やるしかないからとか、なんか、もうどんな状況であれ、ね、必ずお答えしていくんだとか、そうやっていって、もうそこしか見させないっていうか、戦い、祝福することしか見させないような言い方、すごいうまいですね。ね、うん。そこはちょっとね、すごい。なんかそこはちょっとね、そう、いいとこですよね、検証会。唯一、まあ、そう、若干その勢いづけるっていう面では、しっかりとこう他のね、ことよりも、尺読っていうことを考えさせる、いいかもしれないですけど、かなりそれがまあうまいっていうか、まあ、他のことはもう一切関係ないんだぐらいな、そこだけ見てくわ、みたいな。俺は違うけど、うん。そういう感じなんですね、検証会って質問。煽るのがうまいっていうのはそういうことですね。そう、言葉がこういう迫力ある言い方するから、もうそこでしっかり頑張りましょうって言われてると、みんなで、はいってやっぱり言っちゃうんですよね。ああ、軍隊のような。はい。はいはい。だからその検証会員がこう、注文来た時になんかこう刺激が足りないって思う人もいるわけですよ。なんかちょっと違うなみたいな。だからそもそも自発、ちょっとどころじゃなくて全然違うよね。ちょっとどころじゃないよね。そうなんですか。やっぱこう煽られてピキってなるのと自発だとやっぱ全然違いますよね、やっぱり。うん。だからやっぱご住職がすごい優しすぎちゃって物足りないとかね思っちゃう人もいるかもしれないし。うん。ね、あとこうやっぱり適度に鼓舞してくれないとやっぱり調子が出ないっていう人もね、はい、いるかもしれないし、うん、まあ、かといって鼓舞したら鼓舞したで検証会のまた戻ったようで嫌だとかって思っちゃう人もいるかもしれないですけど、そこはね、だから検証会の人みんなそれが好きってわけじゃないけど、そういうのが好きなタイプがすごい燃えるんでしょうね。うん、ねえですね。うん、そう、まあいろいろですいや、少数精鋭は作るのうまそうですよね、検証会って。そこのところすごいところですよね。まあそうですね、だからみんなでもや頑張ろうぜみたいな、そういうような空気を作るのはうまいですよ。文化祭みたいなノリを作るのはすごいうまいそう。うん、そうそう、軍隊みたいな、うん、軍隊の文化祭みたいな文化祭のやつか、あ、みんなで作り上げるっていう。みんなで作り上げようみたいな、そういうなんか学生みたいなノリですよね、検証会って。いつもなんか、だから検証会ってちょっと若いんだ。いや、若い人が多いんだ。まあ、ノリが部活に似てます。まあそうですね、やっぱり高齢者を。部活に似てればそうかもしれない。はい、高齢者だとちょっと大変かもしれないですね、あのノリは、やっぱり。だからちょっとね、そういうね、部っていうのがあったんですけどね。だからなのか分かんないけど。皆様、そうそう、はい、皆様、はい、皆様、僕寝てもいいかしら。ありがとうございました。お疲れ様です。で、栄養
中さん、はい、今ね、はい、進行中の対学会はもう真っ最中なんですよ、はい、で今進行中だから、はい、ちょっと何もコメントできないんだけど、はい、これおそらくね、はい、もう一区切りついたら豊田さんも、はい、まあ YouTube で出すと思うんだけど、はい、まあ今あの進行中、まあ、学会だから、はい、これ検証会から国民を守る校だから、はい、ちょっと外れるかもしれないけど、はい、まあちょっとここでもやろうかなと思ってね、ちょっとね、うん、あの考えてるし、音声もそのために音声も撮ってるし、あ、そうなんですね。なるほど。うん、うん、そうですね。だから、まあ、あの、製麺所さんなんかも入ってこられてるから、学会対策そうですね。本当は。製麺所さんどうしたんだろう、本当に。まあ、どうしたんでしょうね。なんだかなぁ。最近喋ってるんだよなぁ、先輩と。なんか、いっぱいいますもんね、最近。この国民、この部署、いろいろ増えましたからね。ちょっと癖が強いんですかね、ちょっとね、わかんないですけど。いや、そんなもん、まあ、癖強いな、僕が一番癖強いんだよ。いや、そうでもない。いや、ウッサン、どう、あ、でもね、絡み出して、本当に本気で絡み出したら、すごい悪を出すよね、ウッサンもツイッター見てるとね。そうですか。うん、うん、古くは、あれ違ったかな、あ、でも最近じゃあれだね、あいつだね、ルフィだね、あ、最近じゃあ。そうですね、そうです。もう、カリさんも10年ぐらい戦ってるんで。うん、そうなんですか。そうですね。そう、その、彼がミクシーで、そう、彼がミクシーで、違う名前だった時からずっと戦ってるんですよ。多分10年ぐらい戦ってるんじゃないか、本当に。俺が高校生で戦ってますから。ね、あいつね、俺がブロックされて見れないのよ。でね、ウッサンはブロックしないんだよ。で、うん、ウッサンはブロックしねえんだよなってこうツイートしたらね、うん、彼は真面目だからってこう、なんかそんなコメントしてたもんね。意味わかんない。意味わかんねえよ、こういうこと。大好きなんですよ、彼は。大好きなんです。好きなんだね。好きなんですよ。ウッサンが好きなんだよね、あれね。俺もそう思うわ、本当に。うん。ウッサンっていいですよね、なんか人気あって。僕誰からも相手されないですもん、だって。恐ろしい。誰からも相手されないんですけど、マジ恐ろしい。恐ろしいぐらいに。そう、ちゃんとだから、ほら、そういうね、あの人気ある方をちゃんとこうメディアに出してるわけですから。そうですよね。そうしないと僕のチャンネルも反映してないんで、マジ。最前線のネタになるんで、僕リモート対決ってやってみたいですよね。で、あの、グループラインをもう一個作って、法論対決用で。ああ、いいね。はい。面白いんですね。それも面白いですね。カオスになっても、カオスになってる。ただ、こっちのチャンネルだって分かってるから、検証会とか総合側が乗ってくるかどうか、ですよね。そうですね。そう乗ってこないだろうな。乗ってこないですね。乗ってこないですよね。あくまでもなんかこう、対決企画は無理だろうなって。うん、うん、そう、そういう、だってそういうチャンネル作ることありきでやってきてるって分かってたら、そうですね、私だったら、うん、検証会とかには行かないかもしれないですね。うん、検証会とかやってきてるとしたら、あ、ちょっとは見てるでしょうね、もうこの時代だもんね。ああ、あとかでも、あれもありますよね、その、配信しますもんね、検証会で。そう、うん、もう配信するようになったから余計にネット見出してるんですかね。なんか昔検証会ってネット禁止でしたもんね。禁止って、禁止でした。あんまりしないですよね。今も禁止ですよね。推奨しないみたいな。今も禁止なんですか？今もだって推奨はしてないと思いますよ。だってあの、ほら、個人でやってる、あの、配信者いたじゃないですか、検証会員の。ああ、はい。あの、ゲームチャンネルとゴーゴードリア、あの人、あの人もだって結局、潰しちゃったじゃないですか、チャンネル。ああ。うん。まあ、組織から怒られたらそういうのをやめさせられちゃうんですかね。そう、で、そのコメントで、ゲームチャンネルと宗教チャンネル分けた方がいいんじゃないのって言われてたのに、普通分けるじゃないですか。なんで分けないのかって僕も疑問に思ってて。うん。で、結局、そのね、他の再生数伸びてるいい、そのゲーム、あの、なんだっけ、やつも全部一緒に、もうチャンネルごと潰しちゃってるから、もったいね、とか思って。うん、もったいないですね。そうい
ういうのあるんです、いるんですね、やっぱり。あ、あのツイッターでも実名でやってる人ですよ、それ。ああ、うん、もったいないですよね、なんかそういうの。うん、もっとなんか、あとね、確か平成に、ヨッチーさんと一緒に多分、千葉の方の女性に当たった時かな。あ、はいはい、はい、ありましたね、覚えてます？はい、はい、はい。あの時に、まあ、多分平成25年ぐらいだったと思うんですけど、それでもまだガラケーでしたもんね、女子部ですら。ちょっと遅いですよね。ああ、そう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 、あの、やっぱり検証会員みんなほら、お金ないから。うん。あ、牛岡さん知ってます？あの、制限かかってんすよ。制限？あ、仕事も制限かかってんす。いや、まあ、みんながみんなじゃないですよ。セロリさんは違うんですけども、例えばその、高専ルフを急がなきゃいけないわけだから、土日休みで9時5時ぐらいの仕事をするようにみたいなことをやっぱ言われますよ。うん。そんな怖い時があるんですか？なかなかないですね。なかなかないですけど、まあそういう風にして、だからその、例えば正社員にならないで派遣でその時間帯の仕事しかしないとか、例えば。ああ、なるほど。まあだからキャリア詰めないんですね、だから全然ね。あ、そうそうそう。そう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 。うん、全然そういう。だからその、あれか、その制約がなくなるのが自営業だからっていう理由で、その、要は9時5時でも動き、いや、すでに動けるようになるから、自営業の方がいいぐらいのこと言われるのかなと思ってました。まあね、なる人はその方がいいんでしょうけど、まあもともとそういう仕事やってたっていう人はまあある程度しょうがないなと思ってくれつつ、でも集会は絶対参加しなきゃ、日曜日はやっぱり動かなきゃとかってこう常に言われ続けちゃうんですよね。これすごいっすね、やばいよ、うん、うん、まあ私途中からずっと組長だったからそんなに言われなかったですけど、ああ、はい、うん、ねえ、だからそれでみんなお金もないんですね。お金もない、キャリアもない。検証会辞めたら居場所がないというか。あ、なるほど。ギリギリの生活するしかない。ギリギリか。だ本当にこうね、人生のキャリアを全然積めないんですよね。かわいそうなことで。だ若い頃、若いうちに検証会ハマっちゃうと、もう本当。本当だったら国家公務員になれるような人とかも全然なれないし、どの道で行ったってキャリア積んでいけばすごいどんどん出世できるような人がずーっとこうね、係長止まりとかなんかね、そういう、あ、ちょっとしたところね、とこで止まっちゃうとか、そういう人出張とかもできないですね、多いですね、出張に。まあできないけど、まあ断れない人もいるでしょうけどね、あんまり受けられないし、そういう仕事が入ってきたりするとまた仕事変えなきゃとか考えちゃう人もいるかもしれない。転勤とかもできないんですよ。転職会って転勤とかになったらそのどうなるんですか？どっかの預かり、ね、預かりとかそういうのありますけど、転職会ってそういうのどうなるんですか？移籍とかあるんですか？あ、移籍はありますね。あ、うん、あの違う組織になるみたいなってあるんですか？移籍、まあ、まあ、あんまりないですけど、多分そういう話は聞いたことあります。ただ、あんまりないです。だけど、そういうのもありました。あるっていうのは聞いたことあります。だって、そうじゃないと、だってやっていけないですもんね。やっていけないです。まあ、最初しばらくはやっぱり、その組織で、まあ、別のね、地方離れてるけど、連絡取り合ってやるみたいな、なるんですけど、まあ、そこからやっぱり、いずれ地元の組織になっちゃうっていうパターンは結構多いみたいですよね、やっぱね。そうですね。なんだかんだで。うん、検証会ってそういうとこある、まあまあ、そっか、難しいですね。うん、まあ、そういうのもしっかりしないんだろうな、きっと。適当なんだろうな、だから。まあ、だやっぱコマのように使って、なんか、班とかしたりとか、そうやっていろいろな段階があるんで、はい、そういうとこで、ちょっとなんか、こいつとこいつ仲悪そうだからとかで、ちょっと入れ替え、機体を変えようとか、そういうとこ、変わったっぽいですね。結構、うん、あの死体が変わって班長がこういろんな死体に行ったり来たりするっていうのは見てきたんで、私も。なんかそういうのあるんですか？あ、その死体の中で動かすのは自由なの？自分のその死体の中で。死体の中では、まあ班長は、班が変えるというのはなかったんですけど、はい、体の中で、班長が死体を変えられるっていうのは結構ありましたね。うん、そういうのもある。そうですね、ありましたね、うん、今度からどこどこしたいなったからって班長さんと喋れなくなるとか、うん、結構ありましたよ。そう、組織変わっちゃって死体が変わるともうあんま喋れないですよね、とかね。
同じ単位でも、そうなんだ。基本縦のつながりの人とじゃないと接しちゃいけないみたいになってるんですよ。確かにそう、もう違う、あ、そうなんだ。そう、基本はダメだ。ただ結構だから紹介者と別々になったっていうのはよくあるんじゃないかな。まあ、そうなんですね。うん、普通ね、ありえないと思うんですけど、そう、紹介者と別々になって疎遠になるっていうのがよくある。なんだそれ。そう、はい、組織ですね、はい、それ、うん、そうなんですね。それは知らなかったな。うん、謎だな、まあ、うん、まあ、まあ、だからって、例えば、はい、男子部だったら A 母体っていうところで、はい、でね、一つの会合の時にいろんな配置について、やっぱり2人でやる配置とかになってね、他の組織の人がいたりするじゃないですか、どうせ。はいはいはい。まあ、そうやって喋ったりはしちゃうんですけどね、やっぱね。A 母体っていうのはどんなことやるんですか？ A 母体が、だから、今で言ったら、あ、本山で言ったら任務の人とか。ああ、整理とか誘導とかそういう。整理係、整理係、誘導係。はい。と、あと、外の警備とかそういうやつです。あ、そういうのですね。そうですね。受付とか。総会で言ったら、総会班か長会とか。おー、そういう、あ、いろいろそういうのがあるのかな。はい。それが、まあ、A 母体。はい。A 母体。あ、うん、ある、まあ、それはあるか。うん、ありますね。そう、まあ、昔は、はい、最初なんか浅井先生から食事代出てますって1000円くれたりしてたんですけど、途中から、一切なくなったりとか、深夜英語っていうのがあるんですけど、深夜会館、深夜で会館の、一晩中見回りして、はい、する仕事があるんですけど、それやっても、車両って、っていうのは食堂みたいなのがあるんですけど、はい、その食券をもらえるぐらい。ああ。しかも下手したら1枚。700円分の食券もらえるんだから。ああ、そうだったかもしれないです。700円ぐらいだったかもしれないです、ね。そんな報酬しかないですよ。うん、なるほどっすね。まあね、超安月給で。まあ安月、まあその安月給の話じゃないですけど、本当はね、組織の横で喋れないとかも。そんななんか、なんかお金とかじゃないかな。まあ一応そうですけどね。うん。ケンはそんな感じなんですね。うん。そうなんですよ。うん。まあ、それは、ほら、さっきの横で喋れるかどうかっていう話で。だから、横で、そう、横で話せるのは、いや、そういうとこに、なんとか、参加しないとできないってことですね。そう、英語だったりすれば、全然、その、ね、どうしてもそりゃ、ちょっと話しますよね。うん、隣にいりゃ、ちょっとぐらいなんか話しますよね。そうですね。うん。そういうのもある。そう、まあ、女性だったら、はい、その作業の食堂のスタッフとして一緒に仕事しながら、まあやっぱりそれは喋ることもありますよね。そうですよね。うん、まあ本当そういうの以外だとほぼないんじゃないですか。だから全然、あ、そうなんですね。めったにないですよ。流れ以外ないんですね。へえ。うん、昔なんか駐車場に入れられない女性がいて、まあ、一番奥の方だったから、バックで入れないと入れないんだっていう。はい。あ、だからこれバックで入れた方がいいですよって、やりましょうかってやってあげたんですけど、はい、その女性の人が本当にすごい感謝してくれて、はい。でももう顔なんか忘れちゃうんじゃないですか。はい。で、なんか、どっかで会館で普通に行った時に、この間ありがとうございましたとかやっぱ言ってきましたからね、やっぱね。ああ。だからやっぱそういうのないから、覚えるんじゃないですか、余計に。へえ。うん、そうか、そういうあれなんですね。現象会って。そっか。それ、そういうのないんですね。それラブストーリーにはならなかったんですか？私の方でそんなに好みでもなかったですね。あ、そうなんですね。なるほどですね。はい。そうですね。ヨッチーさんが惚れた方だったら私も考えたかもしれないですね。ああ、なるほど。あの方。はい、ああ、ほら、美人。えうん、現状会でそういう話結構あるんですね。あ、それはちょっとはね、男子部は女子部見て、女子部は男子部見てます、やっぱり多少は。あー、そうなんですね。うん。一人職種なんかあったりなかったりさ、今食べたいと思う。あんまりない。まあ、ないんだ。まあ、でもなんか同じ支部同士だったら、なんかね、ありますよ、なんか。うちなんかそうですからね。うちの父と母はそうですからね。へぇー。仕事して、仲良くなってた。うん。うん。ただ、それで行くと、
実はそれが破綻した時にすごい組織上で困るんじゃないかなと思って。ああ。だから慎重にいかないとね、それもね、レアなところからして。そっからね、そう。まあ、だから別れないっていうのもありますけどね。ああ、まあそういう繋がりながらこそ。割れてますもん、一緒っていう。うん。へえ、そういうのあるんですね。なんか悪くないですけど、別に。セロリさんのところはなんかあるんですか、そういうの。セロリさんのところ？え、どういうことですか。だから、宇宙軍さんのお寺ではほら、そういうことがあったってことで。あ、セロリさんのお寺でなんかそういうことあるんですか。通ってるお寺ですよね。はい、そうです。そんなそういう話ならないですよ。あんまないですか。あ、そうですか。なんか困ってないですか。大丈夫ですか。困ってる今。困ってない。困ってる。困ってないですか。そうですか。むしろなんか出し物の方とかの方が、うん、とりあえずお会いしてみて、うん、でヒーリング合わなかったら、まあ、またお互い信じ頑張りましょうねみたいに言いますよね。って考えちゃうから。でもな、同じお寺の人とかその少子の人とあんまり恋愛したくないからな、俺。あ、そうなんですね。まあ、そういうタイプの方もいますよね。うん。いや、嫌ですか。嫌じゃないですか。どうなんだろう。うっさん、これ YouTube 上げるからあんまり言わない方がいいんじゃないですか、こうやって。ことばっかりになるからってことです。大変じゃないかなって。はぁ。気が済まない。ああ、そういうことね。まあでも向こうも向こうでちょっとは気晴らしないといけないから、まあそこはね、どうなんでしょうね。あれ大変そうだなって。大変じゃないんだろうけど、うん、ちょっと結婚するのは楽だって言った。うちの子さん結婚とかするのは、でもお寺で結婚式できるし、スムーズにね、運搬でうまくいくっていう。ああ、なるほど。もうさささってうまくいく、もう、うんうんうん。まあ実際のお付き合いとか生活っていう面でとかですよね。なるほど。これ YouTube で話す内容ですかね。いやセロさん、このチャンネル何でも OK なんで気をつけてくださいね、いろいろ。昨日ヨッティさんに彼女いるって聞かれてからこんな話を。いや、ほら、やっぱりこれ、やっぱ、検証会員の人も、やっぱりね、あんまこう難しい話されても、ほら、面白くないと思うんですよ、これ、YouTube 見てて。ああ、なるほど、ね。で、豊田さんとか、ほら、他の黒川さんとか、ああいう人たちは真面目な配信をしてるじゃないですか。はい。ああ、なるほどね。僕は全然そんな気全く、まあ、動画見りゃわかると思いますけど、そんな気はあまりないんで、砕けて、かなり砕けてるんで。日蓮召集のその、なんだろう、明るさが伝わるのかなって思ってますよ。日蓮召集、ほら、日蓮召集カルトじゃないんだもん、だってそもそもが。カルトだって言ってる人いますけど。昨日、そのね、ヨッティさんと話したけど、研修会の人、なんかいつもなんか怒ってて、なんでいつも、なんか、始発そうじゃないんだろうって、そういう話でしたんですよ。ロックの症状の話になったんですよ。なんで幸せそうじゃないんだろうってさ。やっぱりもう普段からね、数字で追い詰められてピリピリしてるから、で、さっきも言ったように、もう、釈迦のことしか考えられないようになっちゃってて、常に忙しいから、心に余裕はないですよね、ほぼね。やっぱそれはいけないですよね。で話聞く余裕っていうのが多分そんなにきっとなくて、だまあ気晴らしはするかもしれないけど、余裕っていうのと違うと思うんですよね。多分空いた時間に一生懸命楽しむってことは、それぐらいはね、すると思うんですけど、はい。こう、ゆったりとした感じで、人の話聞いてみたり、いろんな、こう、普段の自分に興味ないことも、ちょっと、こう、話、ね、合わせてあげたりとか、そういうことってなかなかできないと思うんですね。そうなんですね。そう、多分こういう、チャンネルをこう見て、はい、明るいって撮ってくれればいいんですけど、はい、軽いって撮る検証会員もかなり多いです。軽い。いや、こいつら、こんなことしてない。そう、あ、しゃべるしろよって。そうそう、これはしゃべるしろよとか、ね、普段からそうなのか、法華経は軽いなって思っちゃわれるかもしれないですよね。だけどやっぱりいろんな法華経員さんがいるんで、やっぱり、そこはやっぱ分かってもらいたいですよね。その、まあ、豊田さんのチャンネル、はい。みんな同じカラーのチャンネルじゃないんですもん。法華経員さんが上げてる YouTube って。
まあね、じゃないよって。でももうやっぱりこうテキストスクロール動画だけもう絶対つまんないと思うし。そうですね。はい。僕は結構素でやっちゃってますね。うん。でもちろん僕とセロリさんもほら性格違うのも分かってもらいたいし、うつ将軍さんも違うし、ほらその洗脳されてないからみんなほら考え方が違うっていうことが分かればいいかなみたいな、うん、ああ、はい、みんなが同じ考えじゃないよっていうのが伝わればいいんですよね、はい、よっていう時には、はい、そうです。でそう、あくまでも僕はめちゃくちゃ信心が薄いしポンコツなので、僕はこういう人間ですけど、まあ、うす将軍さんはこういう人ですよって、セロリさんはこういう人ですよとか、ね、あの、鈴木さんはこういう人ですよって、ほら、みんな性格が違うじゃないですか。それでいいんじゃねえか、それでいいんじゃないかなって思います。で、みんなの連絡先は上げてるし、別に僕のところ連絡来なくても、セロリさんのところ行くかもしんないし、うす将軍さんのところに行くかもしんないし、これはもうわかんないですよね、もうね。うん。はい。そうです。いいんですか？まあ、そうですね。はい。はい、ですね。まあ検証会が訴えられないようには中止だからやんなきゃいけないと思うんですよね。訴えられたらなんか勝ちみたいなのがありますよね。訴えられたらまたそれネタにしてあげちゃいますけどね。すげえって、ないですよ。人生で訴えられる経験がないですよ。そうなんですか。あ、人生で訴えられた経験がないですから、僕は訴えられたら、これはそれでおーってなりますけど。まあね、まあ損害賠償請求されたりとか、なんかね、出廷しなきゃいけないとか、まあいろいろ大変そうですけどね。人生で一回も経験ないんで、そんなことあるのかと思います。一回ぐらいだと。ああ、前向き。そんな経験ないじゃないですか。そんな人生生きてそんなことない。まあ、変なこと言ってそうじゃないですけどね。多分、助け出しに、金融が軽そうだな、保険を俺が話したら。そう僕のお寺は緩いんですよ、いい意味で。そう。ああ。その元気にちょっと緩くて。そうだからこう、はい、僕がこういう活動をしてても、おいいじゃんって感じたんですよ。そっちのお寺の人と絡んで、どうぞってなって言っても、そう、ああ、面白そうじゃん、それって言ってくれるんですよ。うん。はい。いいんじゃんって。頑張ってんじゃんってぐらいなんですよ、うちのお寺って。いいっすね。その僕のツイッター見てくれてる方もいっぱいいて、はい。そうで、頑張ってるよねって言われる。おそう言われる、そう頑張ってるよね。そう、そのことそのね、脱ぎ藁と仲間健三でやってる時は、めちゃ度胸高かったねって言われたりする。めちゃめちゃやったねって言われて、いや、そうですね、みたいな、そういうの言われたりするんで、そんなだから、そう、許容されてるという、だからこのスタンスでいられるんですよ、私は。うん。まあ、支部の方が理解してくださってるってのはすごい。そうですね、そう。もう。ね、いいですよね。うん。僕の言うことはあんま口出さないですよ、みんな。なんで、いいですね。その、ダメって言われるかなって思ったら、そうじゃないんで、いいんじゃないって。別にその、ね、私の父もそう、中幹部ですけど、まあいいんじゃない頑張れって。そんな感じだった。おー、いいですね。そういうなんか感じなんだよ。だから、全然伸び伸びと やれてる。っていう意味ではそう、受け子って、何でもできるんだよって、その、そう、こういうチャンネル出ても、そう、特に何もないよっていう。ね。まあ、そういう意味で撮ってほしい。やばいですね。こう、自分の本当に色が出せるっていうかね。で、自分のペースでできるんだよっていうか。そこですよね。軽いとかじゃないんだよ。誰だってみんなやっぱりね、やりたいことあるだろうし、もちろん仕事もやりたいし、遊びだってね、自分のペースでやりながら、新人も真面目に取り組めるんだよって、かといって別に新人ないわけじゃないんだよって、ちゃんとこうやってチャンネルやるってことは、やっぱそれだけ時間使ってやるわけですからね。人間ある、他にできることいくらでもあるけど、知って、今こっちやってないって、そう、新人ね、時間使ってるんですからね。そうね、ヨッチさん、ヨッチさん信じないって言うけど、めちゃくちゃ信じると思ったんですよ、僕。こういうの作ってますもん。まあまあ、これは好きでやってるようなもんですからね、みたいな。要はその、好きでやれるのがすごい信じなんです。だって好きでやらないと、だって信じてできないですよ。あ、まあそうですよね。そう、その6個の症状の話をそうしたけど、やっぱ好きじゃないとやってらんないですよ、そう。人生はよりもっとよってよくなんないといけないです。何食べても何してもおいしい。動画撮って楽しいなんて結構ないっすよ。そうっすよね。そうっすよ。だから楽しいって思える、新人楽しいじゃないですかって。
楽しいですね。僕、ほら、今、このチャンネル作ってよかったなと思ったのが、はい、その、まだ、やっぱりこう、このチャンネルを始めてから少しずつこう、やっぱ動画を上げる前はゴンギョしようと思えるようになったりとか、僕ほら、これ YouTube で言うのは絶対良くないことなんですけど、僕、多分これ聞いたらホケコさんみんな引くだろうな、僕ほんとゴンギョままならないんですよ。はい。だからもう別に言っちゃいますけど、普通に。なんで多分必ずこう動画上げる前は、本業するとか、グループラインに参加するときは招待やるとかいうことをやってからやるようにしたりとか、あとそのほら本をやっぱり皆さんにほら新聞を読んだりするじゃないですか。M を読んだりとか、質問回収とか読んだりとか、読むきっかけが増えたなみたいな、目を通すきっかけが増えましたね、 YouTube をやることによって。だってもし YouTube がなかったら多分変わってないですもん。誰も僕のこと知らない人ばっかりだっただろうし、ツイッターも作ってなかっただろうし、まあ、ゴミみたいなブログだけしか載ってないでしょうから。っていうことです。はい。ってことですよね。だから、YouTube に、まあ、救われた部分はありますよね。うん。それで、こうね、ゆうきさん変われたのは、その、トランクを信じに来てるからっていう捉え方もできますし。で、YouTube やったことによって、ほら、うつ将軍さんとか、まあ、鈴木さんとか、セロイさんとかがコラボしてくれることによって、僕は知らない情報を知るようになったりとか、例えば。競技的なこととか。まあ、プラスにはすごいなってますよね、確かに。そう思ってたけど、僕もね、勉強しないといけないから、ラジオールで、そう。いつも本読んで、勉強しなきゃって思いますけど。プラスですよ、本当に。うん。ね。まあ、本当に、だから、ね、ヨッチーさんのところで集まって、やっぱり一つの、まあ、動画配信しながら、エンターテインメントとしてというか、ね、そういうのもな、ちょっとなってると思うし、やっぱまた同じことやってる人っていうのが、まだまだ全然少ないですからね。動画配信ってほぼ、個人、やりたい人が、ほぼ一人でこうやる、中心的になってやるみたいな感じですけど、ヨッチーさんの場合は、まあ自分中心の動画もあるけど、こうやってコラボ動画の時はほぼ、後ろの方に回って、立ててくださっているので、うん、そうですね、本当にありがたいです。そこも違いますよね、うん、メインでこう喋ってなくていいのかなって思ってるんですけど、うん、僕、そうですね、うつ将軍さんはメインでむしろ喋ってもらわなきゃ困るみたいなところありますけどそういう感じだったら、まあ一応、鈴木さんに、その、初めてそのコラボした時に言ったのが、はい、お電話で話したのが、その、まあ豊田さんのコンテンツっていうのは、豊田さんがメインで手動で動くじゃないですか、YouTube って。はい。僕のコンテンツは、まあもちろん僕一人やってる時は僕がメインなのは当たり前なんですけども、その、みんなと、僕のコンテンツに関しては、僕よりも僕の周りにいる人たちがこう、どんどん目立って、やるような感じにしたいとは言ったんですよ。僕はそんなにやっぱ驚愕ないんで、みんながこう、僕以外の人間が逆に目立ってくれないと困るような、そういうコンテンツにしたいんですよね。そういうコンテンツにしたいですって言ったら、まあ分かってくれたんですけども。うん。そんな感じですかね。そう。僕はみんなを売り出したいんですよ、要は。おー。はい。それはありがたいですよね。その、ね、僕じゃなくて、僕はあくまでも飾りでいいんで、オープニングとかで、ね、ちょっとね、ちょっと面白いことやって、あとはもう皆さんが目立ってくれればいいみたいな、みんなを売り出したいみたいな、そういう感じなんで。うん。こう言ってくれるのはすごくありがたいですよね。うん。ねえ。はい。ってことで、こんな感じでいいですかねとか言って。今日大体2時間ぐらいですか？はい。2時間ぐらいですかね、多分。はい。そうですね。はい。はい。なんで、まあ、またなんかいつかこんなテーマを決めたやつもですね、はい、またまあ、ね、どんなテーマで、そうですね、私はこの間あげたシリーズではやっぱりご登場のやつもご夢主語完結のあれもまあ面白いとは思うんですけどね、読み上げながらまたそれについて一つ一ついくってやつ、ああやりますね、それがたいですね、うん、あとは教学試験ですか、ああ教学試験のそうですねとかも、うん、ね、ですね、で全然でね、また、ね、セロイさんお時間あるときにこうみんなで、そ
うですね。あと、まあ、キッコーマさんもね、入ってくれるみたいなことでしたから、キッコーマさんのインタビューとかも、ね、全然いいと思うし。そうですね。いろんなことね、やりましょう。うん。あと、あれですね、はい、水曜日と日曜日がしばらく休みなんで、そこの2発であげたいなと思ってます。了解です。動画の編集が間に合えばですけど。はい。まあ、日曜日疲れてる時が結構多いかもしれないですけど、ね。まあ、それはそうですよね。水曜日は。水曜日はほぼ多分大丈夫かな。大変。水曜日は。はい。大丈夫。うん。じゃあ、そんな感じで今日はこれで終わりです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。お疲れ様です。失礼いたします。さよなら。